広島中村翔成が背番号を96に変更。新入団選手8人も発表、トライキツネ広島は17に決定。黒、目が出ないだけならまだしもね。ストライチに96は厳しいな。ゲンドラやね。実質戦力外やん。69の間違いやろ。先に書かれてた。バウアーかな。3桁にしないとか温情すぎるやろ。よかったな、69が埋まってて。当時の評判はよく知らんけど、強豪ドライチなんやし将来期待されてたんやろ。でも自分の名前で女の子に生きれるだけ安楽よりは上だよね。安楽も、俺安楽だけど知ってる？知ってたんだよな。なお知らなかった模様。苦労かな。ゲンドラは回避やな。育成から上がった選手みたいな番号やな。元の番号後輩がつけたらいじめられそう。ゲンドラ1巡目で出ていくから大丈夫や。選択されないぞ。戦力外まであと5人か。はぁ、はぁ、俺は中村翔成だぞ。スキャンダル言うてもクリーンナップ打てる保守なら許されるレベルだよな。こいつの場合成績も悪いのが悪いわな。やってることは無能な坂本みたいなもん。育成じゃないだけ温情やろ。マジでゲンドラ出してたら引くぞ。地元のスターだったのにすっかり厄介者扱いダブル。まだ契約してもらえるだけマシやん。まあ来年このままなら戦力外か。後悔してくれるだけ御の字やな。こんなことならドラゴンズの指名邪魔しなきゃよかったのに。今以上に天狗に乗ってたやろ。名古屋で俺は中村翔成だとするだけやん。球団からの最後通帳かな。成績伸び悩んでいるとかそういう次元じゃないもんな。媒体からの情報を見るに及び、なかなかここまで素行で悪目立ちすることってないよね。オフもファン感謝デーやいろんな選手のインスタも見てますが、出てこない。崖っぷちやな。クビにならないだけでもマシ。球団側も後がないよと警告。来年1年見て変わらなければ厳しい結果になりそう。